最近株を始めた、もしくは株を始めようと思っている方の参考になれば幸いです。まず第6位ですね。株で大儲けしようと思う、これですね。やっぱり株っていうもののイメージがちょっと世間が勘違いしているかなと思っている部分があって、そんなに大儲けするっていうもんでもないですね。これに関してはテレビとかが悪いなと思ってて、どうしてもすごい稼いだ人とかを取り上げて、何秒で爆速で稼ぎましたとか、そっちの方がみんなが食いつくんで、そういう風な報道をしてしまって、みんなの世間のイメージが株は秒速で稼ぐみたいな、そういうイメージがついてしまったんですけど、実際は資産運用だっていう、そういうポジションであるっていうことを理解することが大事かなと思いますね。こちら、あの投資の神様って言われるウォーレン・バフェットっていう方がいるんですけど、名言ですね。ルール1、絶対に損をしないこと。ルール2、ルール1を絶対に忘れないことっていう名言があるぐらい、株で重要なのはいかに損を出さないかっていうことなんで、儲けようと思って株をするっていうこと自体がそもそも実は違うっていうことを知ってもらえたらなと思います。第5位、金融の勉強をしない。会計の知識だったり、世の中のお金の流れとか、金利が上がると株価はどうなるかとか、これに関しては徐々に株をやりながらでいいと思うので、今すぐその勉強する必要はないんですけど、まあおいおいやりながら時間のある時に、まあ、この辺も勉強しておくと負ける確率はだいぶ減るかなというふうに思ってますね。そういうのを学ぶにあたっておすすめの本はまた概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。第4位、配当利回りにつられて買う。もうこれはもうかなり典型的ですよね。株初心者の方からしたら分かりやすいんですね。配当利回り何パーセント、まあ高ければ高いほどいいみたいな感じで思いがちなんですけど、それよりはどっちかというと配当をちゃんと出せる財務なのかっていうことの方が重要ですね。はい、第3位、いきなり全額突っ込む。これも結構危険ですね。特に株初心者の方はこれやりがちなので、自分が株に使えるお金の 20% とか 30% とか、まずはそれぐらいから徐々に株を買っていくっていうことの方が重要ですね。第2位、値動きの激しい銘柄を買う。これもかなり注意ですね。もう話題になってる 5G 関連とかね、ゲーム関連、バイオ関連とかね、このあたりはもう初心者がもう大好きな銘柄なんですね。まあ、分かりやすいっていう。で、値動きも激しい。ジャスダックとかマザーズとかの銘柄ですね。でも別にこれが悪いっていうわけではないんですけど、初心者の方は、まずはそういうのはやめておいた方がいいと思ってます。もっと分かりやすい銘柄から行くべきですね。具体的に言うと、例えば僕はスシローとか結構おすすめしてるんですけれども、なんでかっていうと、事業内容がものすごく分かりやすい。これ Yahoo ファイナンスの画面なんですけれども、赤いところですね、連結事業寿司100って書いてるんですけど、これ寿司事業 100% っていう意味なんですけど、で、スシローっていうのは寿司事業しかやってないですよと。で、そうなると実際スシローに行けば儲かってそうかどうかって分かりますよね。こういう飲食店って月次売上っていうのをちゃんと毎月出してて、今月はこれぐらい売上ありましたよっていう、そういう月次の報告資料とかも出てるんで、かなり分かりやすい、売買しやすいですね。例えばトヨタとか、トヨタだったら自動車事業が 89%、 金融事業っていうのも 7% ぐらいやってて、トヨタって実はこの金融が結構儲かってたりするんですね。なので会社って実はそれしかやってないようで、いろんな事業をやってたりすることがかなり多いので、この辺の事業内容を理解するっていうことも一つ自分の損失を減らすために重要なことですね。はい、そして栄えある第1位は損切りをしない。もうこれですね。これしかないですね。で、損切りについては自分が思った方向と違う方に行ったら即切るっていうことがすごい大事ですね。何パーセント下がったら損切りとかって特にその明確なルールはないので、もう自分がどう思うかですよね。どこまで耐えれるのかっていう、もうその精神と経済の戦いになってくるんで、なかなか人それぞれで一概には言いづらい部分はあるんですけど、で、これに関して業績が安定していて配当狙いで持ち続ける銘柄とか、 NTT ドコモ、 KDDI とか、その辺は損切りは特に不要かなと思ってます。そのあたりはなんだかんだ業績がしっかりしてて財務もしっかりしてるんで、こういう銘柄は特に損切りはいらないかなと思ってます。なんですけど、ここで言いたい損切りをしないっていうのは、それこそ先ほど言った第2位の値動きの激しい銘柄のジャスダックとかマザーズのゲーム関連とか、このあたりは迅速な損切りが必要ですね。また上がるだろうと思っ
て持っておくと、もう基本的には上がらないですね。で、自分がもう限界だと思って売ったら、その瞬間から爆上げするっていうのがもうめちゃくちゃ多いので、っていうかもう株ってそういう風にできてると思った方がいいですね。もうなんでとか、理由はないです。これは説明できない。もうそうなってると思った方がいいですね。1000万円が500万円になったとか、そういうことも全然普通にあるので、とか、あと自分が買ったところが、もうその株の上場来高値、もう史上最高値で買って、損切りが遅れて損してしまうとか、もう普通にめちゃくちゃある話なんで、明日、明後日上がりそうと思ってる値動き激しい銘柄に関しては、すぐ損切りをするっていうことが非常に重要ですね。ていうか、まあ本当は買わない方がいいんですけど、それでも、まあ多分買ってしまうと思うんで、まあ、ちゃんと損切りをするっていうことが重要ですね。はい。ということで、これら6個の項目ですね。これを知っておくだけでも、だいぶ損失は減るんじゃないかなというふうに思ってますんで、ぜひ、参考にしてみてください。以上。